バーバン、ここで問題です。あなたが落としたのは金の斧、銀の斧、え、どちらでもない。正解です。そんな正直者のあなたには、あなたが本当に落としたウグイス谷珍道のミルクちゃんの名刺をお見せいたします。おめでとうございます。座れ。ウグイス谷珍道のね、あ、すごい、田中隆史木こりさん、えって書いてある。じゃあ何だい、あれかい。あんたからしてみれば、樹木と嫁は切れやすいってか。あえお金を払って木こりやってんのこの店の客だけだかんな。じゃあ問題です。あなたが落としたのはウグイス谷珍道のミルクちゃんの名刺、それとも妻からの信頼、どっち？どっちもだよ。ねえやめて、別に土下座してほしいわけじゃないから。私悲しかったんだよ。私がこの名刺拾った時どう思ったと思う？え？おお、なあ、ふざけんなよ。この名刺は何だろう。大体なんだ、ウグイス谷珍道のって。え？じゃあなんだい、系列店は五反田爆乳ウサギと僕のためかい。どっちが早いかなーじゃないのよ。どっちが先にゴールしちゃうかなーじゃないのよ。もうね、本当に反省してるんだったらこれに、はい、いいからもう二度としないって、名前書いて。いいから早く。はい、田中隆史木こり、ここ受付じゃないから。